とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は古代狩りですね。古代人の出方にもよるけども、一応、3周目指してやっていきたいと思います。今日はマルチプレイですね。では、行きましょう。それでは、一発目の古代人はスライムか。まあまあいいんじゃないですか。 OK かな。よし、まあ古代用の装備ではないけども大丈夫でしょう。こいつぐらいだったら幸運で十分でしょう。何、ショートボー。俺は成長するスタッフ。まあここはねこんなもんでしょ。うん、まあ、ショートボウ出るからね、ちょっと狙えるんだけど。1周目おしまいでーす。今日も運がないですね。1体しか出てこなかった。氷の牙はいらない。全部いらないね。ノーマルしか出ないぞ。ちょっと待って、装備してるよね。あ、幸運つけてるつけてる。つけてるけど、ただただ出ないってやつか。あー。いらない。スイフトストライカーもいらないね。チルゲイル、もちろんいりません。おおお、なんで、なんで今装備してるやつとほぼ一緒じゃん。幸運だけのやつ。いらないね。せめてね、幸運とクールダウン2つでいいのよ。それがついてないんだな。ダメですね。はい、次行こう。ここか。今回もね、チェストが30で、ちょっとイマイチだったんだよな。おは、一瞬だったね。車ルール。まあ、2人ともユニークだけども、ここのはね、うん、まあまあ。よろしくはないんだ。次に行きたい。まだ出るかな。2周目もひどかったな。あの後出なかった。2周行って2体はないね。うん、2回とも 86% だったと思うんだけど出てくれない。でノーマルでしょ。はい。またラギッド。これもともとクールダウンついてるけどね。でも火力スキルがないっていうのがちょっと厳しいんだよな。はい、次。トゥルバドゥールももちろん良くないしね。最後、いいの来て。ダメだ。輝くハーブ。ああ、まあまあまあ。マルチショットとついてるけどもいらないね。263のやつ持ってるからいりません。3周目いきます。3周目、入り口のすぐそばに一発目の古代人がいました。でもねチェストが22個なのよね。ちょっと怪しい気がするけどもいいかな。いくよ。じゃあなんかハテナハテナハテナの場所なんか若干変わった。なんか変なとこに出たような気がするんだけどもお互い外れだね。なんか場所が変わった気がする。こういう場合もあるのかな。ここか。まあ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 いいんじゃないですか。チェストがね23、もうこれ以上なさそう。シークレットが3個だからあと、あー危ねえ。普通のね、外れんところがいくつかあるんだからね。3つある。リザーマー。まあまあ当たりです。あんま期待できないかな、次は。いや、いかんね。3周目も終わったけども、古代人が全然出ない。これ、商人でいいの出なかったらもう1周だな。全く見せ場がない。ダメ。ん？幸運？幸運？ああ、幸運だけか。
まあノーマルだから使わないんだけど、いやー、いやー来ないな、ひだひでえな、ひどいな、もう一周いきます。おー、いいとこ出てきましたね。ここ待ってた、いいかな。ドラを使うんだ、ドラね。はい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 、はい、OK。 あーでも今出ない、なんでだ、あー後悔か、外れだね。やっぱりいいのはなかなか出にくいですが、まあ、次行きましょう。ここか、まあ槍でしょう、うん、もしくはハープクロス、確かここ出るんだよね。これが大当たりだけども、どうだ、おちょっと待って、ベノムグレイブ、ベノムグレイブが出たっぽいな、なんでだ、おお、ハープ、おお、いいね、オッケーオッケー、今回はなかなか良かったんじゃないですか。チェスト23、あ、もうちょっとありそうだな。4周目おしまいです。微妙だったな、最後の商人はなんかいいのが出てくれるかな。あれ、ラグイ、あ、来た来た、知られよくない、夜もダメだね、エンターテイナー、ソーブレード、あー、いやーでもやっぱ263だもんな、ソーブレードは263なのよ。これじゃいらないな、ツルハシいらない、次はダイヤモンドか、次、うーん、厳しいな、最後行きましょう。どうだ、ダメだね。はい、それではちょっと出たやつ見てみましょう。あー、いやーダメだねこれは。6個、まあ、ゴーストリーいりません。サンゴもいらない。成長するスタッフもいりません。誕生と終焉も、まあ、もちろんいらない。ベノムグレームもいらない。武器なんかはね、もう263のやつがいいから、ほぼほぼいらないんだよね。では、防具はね、この黄金のところで十分いいのが出るんで、チャンスはある。どうだ？ダメだ。クールダウンがついてない。他のエンチャントも、まあ、いまいちってところだね。いりません。はい。ということで、4周全然良くなかったです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。